セリです。ピンクラテ DB 始まるよ。イエーイ。今日の企画はセリの夏休みブログです。イエーイ。今日は夏休みの一日のルーティンを紹介していこうと思います。今起きたばかりでちょっとうるさいくなんですけど、現在の時刻は9時でございます。今から朝ごはんを食べていきたいと思います。では早速やっていきましょう。それではどうぞ。はい、顔も洗い終わって着替えも終わりました。では朝ごはんを食べたいと思います。今日のメニューはヨーグルトとフルーツとクロワッサンと野菜ジュースです。ではいただきたいと思います。いただきます。まずは果物から食べたいと思います。おいしい。次はヘリが大好きなブドウを食べたいと思います。これは皮ごと食べれるマスカットでございます。ではヨーグルトをいただきます。ヨーグルトは毎日食べるようにしてます。ではクロワッサンも食べたいと思います。いただきます。うん、おいしいです。これはチョコクロワッサンですね。菜ジュース飲みます。菜ジュースはだいたい毎日コップ1杯分ぐらい飲んでます。はい、朝ごはんはこんな感じです。バイバイ。はい、朝ごはんが食べ終わったんですけど、今からお昼ごはんができるまでは勉強したいと思います。と勉強っていうか、学校の宿題をやるんですけど、本当に多くて終わりません。なのでギリギリにならないように頑張って終わらしたいと思います。ではやっていきます。今日の1日分の宿題は終わったので、今からお昼ご飯を食べたいと思います。バイバーイ。はい、ではお昼ご飯ができたので食べていきたいと思います。現在の時刻は1時過ぎです。今日のメニューはにゃーオムライスです。ちょっと怖いニコちゃんになっちゃったんですけど、いただきたいと思います。それとサラダとスープです。よし、じゃあいただきます。まずサラダから食べます。美味しいです。野菜もしっかり食べないといけないので、サラダはいっぱい食べます。とサラダはご飯を食べるときに一番最初に食べたら消化がいいらしいので、やってみてください。じゃあ次スープを飲みます。コーンスープです。そこが熱いんですけど、熱いうちにいただきます。おいしい。おいしいです。では次オムライスを食べていきたいと思います。いただきます。うん、めっちゃおいしいです。お昼ご飯はこんな感じです。今お昼ご飯を食べ終わったんですけど、今日はレッスンがあるのでメイクをしていこうと思います。まず先にカラコンだけ入れたんですけど、こんな感じです。今日のカラコンはフラミーのきなこロールを今日は使いました。カラコンはいろいろ試してるんですけど、茶色っぽい色を今日はこんな感じです。すごいナチュラルに盛れるし、全然痛くならないのでおすすめです。
はい、今時間は4時ぐらいなんですけど、 TikTok を撮っていこうと思います。では早速撮っていきます。はい、TikTok はこんな感じです。何を撮ったかはすぐに TikTok で上がってるので、ぜひチェックしてみてください。では、これからレッスンがあるので、用意したいと思います。バイバーイ。はい、今、用意も着替えも終わったんですけど、今からレッスンに行ってきたいと思います。バイバーイ。頑張ってきます。はい、今レッスンが終わりました。夜ご飯は帰りの車で、お母さんが作ってくれたお弁当を食べたんですけど、今からお風呂に入っていこうと思います。はい、お風呂から上がってきました。スキンケアとかドライヤーとかストレッチとかは終わらせちゃったんですけど、前にピンクラジ TV で日々のナイトルーティーンが紹介されてるので、ぜひチェックしてください。はい、今日はもう夜遅いので寝たいと思います。セリの夏休みの一日の過ごし方はこんな感じでした。みんなはどんな風に過ごしてますか？ぜひコメント欄で教えてください。ということで、皆さんおやすみなさい。もしこの動画がいいと思ったら、高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。